すごいやつだよお前は。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好き優しいサイヤ人なんてよ。バカロー、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。チキショー、あの野郎体力を減らしやがらねえ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。一分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ。一分間だな。一分間俺が何とか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。一分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉。孫悟空最後の一撃。いいか、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。消えちまうんだ。この世からもあの世からも。おめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。お、